各地で織田の反抗勢力が兵を挙げ、信長包囲網が形成される中、呼応するように武田信玄も動いた。大軍を率いて甲斐を発した信玄は精神を図り、家康の本拠である三河へと侵入する。家康は信長に救援を要請するも、信長は反抗勢力との戦いに追われ、援軍を出す余裕などなかった。最強を誇る武田の大軍を間近にして、籠城すべきか迎撃すべきか、家康は難しい決断を迫られる。三方ヶ原の戦い。若、武田勢は我らを無視して三河を抜ける気配にて、ここは下手な手出しをせずやり過ごすのが上策かと。間近に敵がいるってのに見て見ぬふりをしろってのか。情けねえな、三河武士の名が泣くぜ。それに武田が進む先は兄上の領国だ。ここで止められないなら、私は何のための盟友か。勝算があるならばわしも止めはいたしませぬが、こたびは相手が悪すぎる。確かにいたずらに戦を仕掛けても家臣を危険にさらすのみだろう。しかしもうあんた当主でしょ、ビシッと決めなさいよ、ビシッと。やはりこのまま何もせぬというのは、兄上の盟友としてあまりに情けない。出陣するぞ。そうこなくちゃ。むしゃぶるいしてきたぜ。ならばせめてわしが物見から戻るまでお待ちあれ。どこぞに勝機が転がっていないか探ってまいりましょう。この乱世、私に何ができるのか。俺を使いこなせよ、武智よ。味方の砦を取られながら信玄が去るのを手をこまねいて見ているなど耐えられない。半蔵はまだ物見から戻らないようだが、待っているいとまなどない。皆の者、出陣だ。精神せよ、目障りの砦は踏みつぶして構わぬ。戦つ殿をお守りするのだぞ。討ち死に。叔父上！殿のため戦場に散るならば本望よ。討ち死に！受けたまわった。討ち死に。抜け。次々と私のために。信玄、お前を討ち取り皆の胸を晴らせ。徳川の小僧が激している。面白い。格の違いというものを教えてやる。ここは私が。信玄の進軍が止まった。これは好機だ。攻め手を休めるな。浜松城に敵を寄せつけるよう取り返した砦の守りを固めておくのだ。これでどうだ。手休めちょこざいな。
一度引き体勢を立て直せ。受けたまわった。開門。そらそら、敵は受け足立っているぞ。そのまま攻め込め。みんなこの勢いに乗るぞ。ここは私。遠慮は無用、お相手願います。顔なじみであろうとも、戦場でまみえて遠慮などするはずもない。家康、覚悟せい。猛将で鳴らす岡部も俺たちの結束には太刀打ちできなかったようだな。受けたまわった。我らを阻む者は退けた。抜け。今こそ信玄に向けて進軍するぞ。開門。読みが当たったようだな。今だ、かかれ。開門。俺たちの動きを読んでやがったか、しゃらくせ。返り討ちだ。どうやら城の近くにいた敵勢は我らをおびき寄せるための餌だったらしい。これが信玄の戦。やはり一筋縄ではいかない相手のようだ。徳川勢に大事な二打を奪われてはならぬ。かかれ。判断なく畳みかけよう。罠にかかった徳川勢を揉み潰すのだ。次々と敵勢が。この状況で正面突破は臭く、何か別の手を考えなくては。受けたまわった。そらそら。おお、敵の二打を奪えたようだな。おそらくは兵糧であろう。これは助かるぞ。奪った兵糧は残らず兵に分け与えよ。腹を満たしてこの激戦に耐えるのだ。エッサ、俺たちの兵糧が。地の利ならば心得ている。正面が難しいなら西の参道から武田勢を攻めてはどうだろう。妙案かと。ならば我らは北へと進み、敵の目を引きつけておきましょう。九三郎、頼む。そなたの働きに期待しているぞ。資産以来御用者、これよりこの半蔵が若になり変わり、受けたまわった。敵勢の目を欺きましょうぞ。ならば頼んだぞ半蔵。そなたの術で九三郎たちを支えてやってくれ。ここは私が。家康はあそこだな。者ども撃って出よ。敵総大将を討ち取ってしまえ。開門。ここは私が。そこか。よし、我らは参道を迂回して信玄を目指すぞ。よし、伏兵の奴らをねじ伏せてやったぜ。三河者を勢いづかせてしもうとか。おにならぬ。開門。私が勝つ。別動隊も順調に進んでおるようだ。わしらも一層奮起せれば。お、任せろ。受けたまわった。この策を見破られれば信玄には近づける。みな、半蔵を私と思って守り抜くのだ。敗北条件変更。抜け。家康の首のほか用はない。死にたくなければ道を開けよ。見事、助太刀礼を申す。我が身くらいは己が力で守らねばな。おう、任せろ。暗号にネズミが紛れ込んでる。排除しておけ。
こにも伏兵が。信玄め、周到な。父上の兵を煩わせるわけにはいかぬ。武田の威信にかけてそなたらを討つ。まだ家康を討てぬのか。みんな急げ、親方様のお叱りを受けるぞ。敵の攻勢がさらに強まったか。よし、信玄のもとへ急ぐぞ。家康が二人、どうなっているのだ。もし私は天下無双なのか。ここは私が。そこか。天下無双って俺のことだろ。これでどうだ。受けてみよう。やった、俺たちはあの武田騎馬隊を退けたんだ。なんとかしのいだぞ。これで信玄まであと少しだ。よもやここまで来ると。仕方あるまい。ここは私が。少し相手をしてやる。幼き頃は己が境遇を嘆くばかりであった若菜、こうもたくましくなろうとは。とはいえまだまだ危うい。わしら家臣が支えて差し上げねばな。策がなるまであと少し。それまでは何としても耐えねばならぬ。悪くはないがまだ及ばんな。俺は先を急ぐ。ここまでにしておこう。危機は去ったが多くの家臣を失った。私はなんと愚かなこと。帰りましょう家康、私たちの城へ。どうやら危機は去ったようですな。力は尽くしたが、やっぱ強えな武田は。私の身勝手な決断で多くの家臣を失うことになった。挙句武田を止めることもできず。みんなすまぬ家康。誰もあんたを責めたりしないわ。私たちはやるべきことをやれる限りやったんだもの。瀬名様の仰せの通りですぞ若。悔やんで立ち止まるよりも立て直しを急がねば。そうだな。この悔しさを糧として前へ進もう。武千代、聞いたか。信玄の野郎、甲斐に引き上げたらしいじゃねえか。そのようだな。兄上に害が及ばなくてよかった。しかしなぜ信玄は上洛を思いとどまったのか。噂では陣中で病を発したとか。案外俺らと戦って疲れちまったんじゃねえか。だとすりゃあの戦も無駄じゃなかったってことだ。もしそうだとしても私はあの時の決断が正しかったとは今も思えない。あの戦は私の生涯の戒めだ。私は当主としてもっと強く、そして慎重にならねばならない。領民のため、家臣のため、
兄上のため、天下のため、あらゆる状況下で最善策を導き出せるようにならねば。ふん、まだまだ未熟者ってわけね。ま、少しだけ頼もしくなった気もするけど。そのようですな、若。この先どんな困難に遭おうとも、わしらは若についてまいりますぞ。